こんばんは。ひさしーさん、かわいい、ありがとうございます。清楚系似合う？ほんと？いや、清楚系なのかもしれない。あー、ごめん、規制を外してしまった。きゃ、いちギフトさん、すずかさん、ありがとうございます。バーンバーン今日ね、むくんどるんよ。おととい何食べたっけな。木曜日とんかつ食べた気がするキョロットさん、リオツンが配信終わってから星集めでくるくる見てた、超小声。ありがとう、リオのために投げ、リオのために投げる星集めでくるくる見てくれてたのありがとう。そう、あの1回目の配信が終わった後にすぐ88つ目送ったんですけど、皆さん届いてますかね。レザーチェア443かな。ロゼットクマちゃん、ありがとうございます。届いた、ありがとう、よかった、88通届いた、ありがとう、よかったよかった。お目見キラキラ、そう、こうキラキラつけて、でさっきあの下のラインが濃すぎたから綿棒で撮りました。テイさん、ペンライトありがとうございます。耳鳴りはね、あのすぐ治るもんじゃないんよ。耳鳴りっていうか、ずっと前からなんですけど、ずっと前っていうか最近なんですけど、こっちの耳があくびしたりしたら、なんかずっと不協和音っていうのかな、キーンみたいな感じで変な音がします。そう、浮気かもしれんですね。すぐに100つ目いきそう。そう、朝配信はすっぴんです。今日は2回とも化粧リオツン。そう、幽霊の話したら幽霊近づいてくるから、ちょっとやめときます。本当に幽霊苦手だから。えへ、寒い。まあいいや。寒い。チョチオさん、夕方のリオツン配信はなかなか仕事で見れんから見れるのレアだ。そうなんだ、ありがとうございます。しっかり見てってね。今日は2回とも化粧してますよ。朝はね、いつもすっぴんです。次、そのあと学校があるから。でもね、朝はね、あの朝ごはん食べるまでは本当に目が開いてないし、ぼーっとしてて、そう、逆にレアリオツンが朝は見れそうよ。AM さん、さっきの配信から後ろに誰かいるけどね。嘘言ったらダメだよ、本当に。そういうのね、本当に嘘だってすぐ分かるから、リオ嘘見に行くのね得意じゃけん。あ、そっか、基本すっぴん見てるんだね。なるほど。初見の夏祭りさん、ロゼットクマちゃん、ありがとうございます。みんなはすっぴんと化粧どっちが好き？すっぴんリオツンか化粧リオツン。聞いたところで何も変わらんけど。そう。どっちも好き？ありがとう。みんなどっちも好きって言ってくれて嬉しい。やっぱリオはリオだもんね。
化粧しなくてもすっぴんでもそうだそうだ、ありがとうみんな。初見のみさちゃんさん、リオに会いに来た、ありがとうございます。オカメラリオです。あ、自己紹介してなかった。 ST40 で研究生、中学2年生13歳の広島県出身、リオつんことオカメラリオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローしていただけると嬉しいです。みんなどっちも好き、ありがとう。リオツン売れちいよ、リオツン売れピー、売れピー売れピー売れピッピ。なんか今日今急に絵が描きたくなりました。ちょっと今の自画像を描いてみます。今の自画像、え、やば、めっちゃムスリだった。やばい、ちょっとやばい。初見の鶴瓶さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローよろしくお願いしますちょっとやばいでも似とる。いや、髪の毛良くない？髪の毛このなんていうの良くない？で、このこれはあのエクボです。エクボ、エクボを描いてるんよそう、自画像です、自画像いや、髪の毛髪の毛これ結んどる結んどるのをあの見せたくて画伯、画伯キャラか。ご飯ついてない、これエクボだもん。そう、エクボご飯粒じゃないもんエクボです。そう、目パッチリ、鼻の穴確かに鼻の穴大きすぎたかもしれん。じゃあ可愛く研究生を描きたいと思います。研究生可愛く、あ、今の自画像ですよ。高尾さやかさんのことね。そう、ちょっと高尾さやか34号さんダメそう、鼻ね、リオ鼻の穴でかくはないんですけど、鼻がめっちゃやばいんですよね。あ、じゃあ可愛く研究生を描きますね。他の3人の研究生じゃ書くよ、可愛く書くけんね。研究生ちょっとやばい、うーん、ちょっと待ってよ、特徴、
まずくるくる描きたちょっとリオ目を描くのが本当に下手くそなんですよ。このこれはイクボです。多分こっちだった気がする。分かんないけど、くるくるどうリオではリオの中では可愛く描いた。いや本物はもっとめっちゃ可愛いですよ。皆さん聞いてください。そうこんな感じ。お似とる、やった続いて、続きまして、インクが出ん。いや違うな、ちょっと待ってよ。むずい、難しい、結構難しい。いやでもなんか可愛く描かんと失礼になるけん。わさびのプーさんペンライトありがとうございます。え待って、むずいむずいむずい、ちょっと待ってよ、むずいかも。あー難しい。全然似てない。ちょっと待って、じゃん、あずみちょっと待って、やっぱりなんか見てから書いた方がいいかも。でも見れん、全然似てない。わかる？なんかわかる？いや本物はもっとみんな可愛いですよ。そして最後いきますね。ちょっと待って、書くスペースがないからちょっと消します。あ、ちょっと待ってよ。待って、むずい。いや違うな、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。サクサクさん、ロゼットクマちゃんありがとうございます。待って、難しい。かけた、ノアピー。あ、どう、なんかわかる、伝わるかな。いや本物はもっと、全然もうみんな可愛いですよ。もっとめっちゃ可愛い、生の方が可愛い。え似てる、え似てる、やった、え似てる、嬉しい。リンゴのマークさん、ハートありがとうございます。あ、ノアピア似とる、やった、よかった。じゃああと何書こうかな。なんか書いてほしいものとかありますか。
けるものは書こうかな。あ、眉毛描くの忘れとった。もう一度リオツン。なんじゃさん、マイキュー。確かに。ジョージさん、クマちゃん、ありがとうございます。確かに。じゃあマイキュー先輩、可愛く描きます。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 あ、じゃあちょっと縦で描くわ。え、ちょっと待って、なんかあのリオ、今これ自分の携帯で配信してるんですけど、なんか自分の携帯の中にめっちゃマイキューさんの写真保存してるんですよ。で、マイキューさんフォルダーもあるんですけどちょっとそれ見たいけど、ちょっとこれ見れない。それでは見たいな、どうしよう。なんかくるくるお前書いてたよね。なんかくるくる見て書いてたからさ、それはリオだって見たいよ。リオだって見たい。どうしようかな。まあ想像の中で書いてみます。縦で書くね、今度は。え、どうしよう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 。難しい。あ、あれがいいか。ちょっと待って、いや、こんなに、ちょっと待って、めっちゃ時間かかるかも。いや、頑張ります。早く書きます。で、なんかね、難しい。どうしようかな。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、でもいい感じ、まだちょっと待ってちょっと待ってよ。いや、ちょっと待ってよ。難しい。ちょっと待って、やばい。こんなに顔悪くない、もっと。え、待って、インクが出ん。どうしよう。待って。SCLY2 さん、フラワーシャワーありがとうございます。ちょっと待ってよ。そう、マイケル先輩本当に好きなんですよ。やばい、ちょっとね、本当に人間を描くのはリオね、下手くそなんですよね。待って、これではマイキューさんの良さが伝わらない。どうしよう。でも目はパッチリなんですよね。
と待ってよ。ちょっと待ってよ。お、SCLY2 さん、チェリーありがとうございます。初見のヒロさん、ハッシュタグクリオシありがとう。はい、それでは出来上がり見せます。ちょっと待って、本当に本物はもっともっと、もう何億倍も可愛いですからね。いきますよちょっとこの下半身は見ないで。トシーさん、ロゼットくまちゃん、ありがとうございますやだちょっと、いや、なんかあれなんですよ、あのマイケル先輩がなんか二つ結びしてたじゃないですか。なんか二つ結びして、なんかゆるっとで、なんかこうなんていうの、なんか茶色いっぽい服を着てた時のです。そう、髪型で、なんかあの前髪はあのなんかいつもこう分けてらっしゃるんですよ。そう、だからそれを再現したんですよ。で、本当にもっと本当に可愛い、お綺麗です。いや、もう本当にちょっと、そう、ハートで愛を伝えたんですけど、ごめんね、ごめんね、そう、インクが出なかったから。まあ、だって優香はさ、あれだよ、写真見ながら多分書いてたから。でも写真見ながら書いたら結構うまいんですよ。そう、いや、リオの目にはもっと可愛く映ってます。おうおう、清水沙羅先輩、清水沙羅先輩、清水沙羅先輩書こうか。ちょっと難しい、難しい。あ、でもなんかやっぱり人はやめましょう。ちょっと可愛く書こうとしたらなんかあれだよ本当に人は本当に下手くそだから、うん、うん、そう、頑張りました。そう、なんか、いや、リアルに描こうとしたら結構ブスになっちゃってなんか可愛く描こうって思ったらなんか線みたい、線とか点とかになっちゃうから、なんかリアルな鼻とかリアルな口とかリアルな目とか描けないんですよ、リオ。そうなんです、やっぱりリオがなんか可愛く描こうとしても人を描いた時点で絶対に事故るからそう、なんかその描いた方に申し訳ないじゃないですか。そう、申し訳なくなっちゃうから。じゃあ次、何描こう。マイティさんの絵見たことありますよめっちゃ好き、あの絵。え、何にしようかな、何描いてほしい、うん、じゃあリオが描いたものを当てるにしましょう。じゃあ今日はな、何シリーズにしようかな。動物シリーズ、プリキュア。あ、じゃあプリキュア描いてみます。プリキュア、プリキュア、めっちゃ出るじゃん。
ね、美術リオ5でしたよ、5ずっと。どう？いや、なんかすごい目がパッチリじゃないですか。ちょっと服がプリキュアです。プリキュア。いや、プリキュアの誰かは分からん。はい、プリキュアでした。あ、ピカチュウ描こうか。あ、じゃあ昨日ノアピの絵を見てピカチュウっていうものを知ったので描いてみようと思います。犬じゃん。ちょっと犬になっちゃう。あ、でも、じゃん、どうだ、昨日よりはいいかも。顔は犬だけど。エイトロさん、うま、ありがとうございます。どう？昨日より？おお、やったー。そうりょう、絵描いてるときね、めっちゃね、真顔なんですよ。いろいろ描きますね。何描いてほしい？上手くなってる？そう。何描こうかな。皆さんお題出してください。ドラえもん、オッケー、ドラえもん。ドラえもんめっちゃ得意ですリオ。めっちゃ得意。丸書いてちょん、丸書いてちょん。お羽に芽が出て上気持ちいい、上気持ちいい。6月6日に UFO があっち行ってこっち行って、おこっちで。お池が二つできました。できた。うまくない？そう、めっちゃ練習したんですよ。めっちゃ練習したの、ドラえもんは。グーさん、パチパチ、ありがとうございます。そう、次アンパンマン。アンパンマンもね、得意だよ。ちょっと目の前にアンパンマンおるけね。顔は結構簡単ですよね。顔は誰でも描ける。問題は体です。あれ、体さ、なんかどういう仕組みになってるのか分かんなくて。ちょっと待ってよ。首あったっけ？首があったか忘れちゃった。マントに。できた。じゃん、どうだ、顔は完璧。服がわからんかったっけ。アンパンマンって書いてきました。
ルパカ、アルパカか、アルパカ。アルパカ、いや違うな、アルパカ。はい、アルパカ。どうだ。野菜、野菜後で書くね。アルパカ、アルパカって、あ、待って、アルパカって首が長いのか。そっかそっか、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、反対だ反対、アルパカは首が長いのか。ちょっと待って、足りんくなった。落ちた、ごめんごめんごめん、ちょっと顔までかけんかったアルパカでーす、耳がないアルパカでーす。ちょっと待ってよ、キャップ、キャップ、キャップ、よし、野菜か、野菜何書こうかな。野菜何書いてほしいかリクエストください。スフィンクスって何？アーニャ、アーニャって、アーニャはね、なんかちょっとだけ見たことあるんですけど、なんかわかんない、わかんない、わかんないよ、せいだったっけ、わかんないや。ちょっと待ってよ。目がわからんけ、線にした。わかんない。あ、ドラえもん体が細かった。そっかそっか。貞子？貞子オッケー。貞子、貞子。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 今日、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 貞子、夢で会ったので。なんか書いたら呪われそう。貞子ってなんか目を合わせたらダメなんでしたよね、多分。髪長いか、髪を追加中、貞子え、スフィンクスって何？来る、きっと来る、カ
バオくん後で書くね。カバオくん、スケモンさんバラありがとうございます。カバオくん、カバオくん、クマネパパさんハートありがとうございます。カバオくん、カバオくん、カバ、カバ、カバ、この生き物、カバオくんです。キュウリ、キュウリか、キュウリ、カバオくん。いや、カバってなんかプツプツあったじゃん、多分。カバオくん、次キュウリ。キュウリは得意だよ。キュウリ、ゴーヤもこんな感じ。ゴーヤもちょっとトゲトゲしてるよね。いた、いった、打った。玉ねぎ、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 人参、人参、わさび、わさび、わさびこんな感じだった気がする。パセリ、パセリ、モロヘイヤって何？アロエ、アロエ、アロエって野菜なんだ。アロエ、スイカ、スイカ、RED くんさん、かわいい、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、止まってよ。テレビから出てきた貞子。あ、じゃあめっちゃドアップの貞子描くね。なんか目、目すごそう。じゃけえ。あ、ちょっとごめん、スフィンクスわかんないんだって。マルスさんハートありがとうございます。ヒゲ、ヒゲ、そう、点々が。
ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲの鬼太郎、ゲゲの鬼太郎、ギギギの鬼太郎、あ、リンゴ、ギギギの鬼太郎にリンゴを待たせます。リンゴはうまいです。初見の C… あ、SYO さん、こんばんは、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。トマト、トマト、ちょっといちご風になっちゃった。マイキューのアバターって何？そう、ちょっと絵はここら辺にしようかな。めっちゃカスが汚い。じゃあ今度はゆういちさん、フラワーシャワーありがとうございます。今度は質問コーナーにします。答えられるものは答えていくよ。あ、マイケルさんのアバター、それか、それ真似して書くわ。ちょっと待ってよ、できた。どう？おはいさん、ハートありがとうございます。どうかな、似とる？ソリをね、真似て書くのはうまいんですよ。そう、見て書くのは好き。タイマイネリさん、リオはどんなアバター描きたいの？リオはね、ゴリオ、ゴリラか、か、なんだろうね、ゴリオか、あ、毛虫、毛虫。瀬戸内新刊さん、昨日の配信で一番印象に残ってるのは何かな？昨日の配信ね、なんだろう、あざとい企画のやつ。いっちゃんさん、チェリーありがとうございます。わさびのプーさん、どうしてそんなに可愛いの？ありがとう。そう、模写得意んよ。初見のマッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。そう、ゴリオか毛虫、そういう虫の中だったら毛虫が好きなんです。あやさん、うま、ありがとうございます。スイビさん、アイスクリームありがとう。
クシャトリアさんのZクマちゃんありがとうございます。キョロトさん特別配信で生のアリちゃん見ての感想は、なんかあのアクタースクール広島のにいた時よりもあのお綺麗になった感じがします。いやめちゃくちゃ可愛かったんですけど、なんかさらに綺麗さが増したみたいな、綺麗さが追加されたみたいな感じだったし、めちゃくちゃ可愛かったし、そうおしゃれだったんですよ。服がめちゃくちゃオシャンティーでした。台湾祈りさん昨日の配信で誰が一番よくできましたか。リオ以外ですか。リオ以外だったら、アリサ先輩アリサ先輩あの MC がすごくお上手で、なんかめっちゃ助けられました。鈴鹿さん、アリサ先輩がリュック同じだったことを覚えててくれたの嬉しかった。そう、めっちゃ嬉しかったです。その時本当にと思って、覚えてくれてたんですかと思って、めっちゃ嬉しかった。そう、虫の中だと毛虫が好きです。しんいちさんハートありがとうございます。レモンマルさん、お姉さまと仲いいの。お姉さまお姉さまお姉さま、うん、たまに喧嘩するけど普通の姉妹よりは仲が良い気がします。初見のダルタルさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。りょうちゃんさん、りょうちゃん今トーカさん行こうとしたけど人がすごすぎてやめました。人すごいの。へえ、そうなんだ。そっかそっか、密だね。え、りおも行きたいね。アリサ先輩本当にすごいです。初見のバーシックさんありがとうございます。岡村りおです。ぜひこちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。そう、アリサ先輩。 SCARY2 さん、バラありがとうございます。わさびのプーさん、フラワーシャワーありがとうございます。トーシーさん、結婚してする、ありがとうございます。初見のクラウド19さん、こんばんは、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。クワガタムシ、クワガタムシって、うん、タイマイノリさん、生まれ変わるならどんな食、動物か、動物、犬かな。なんかめっちゃみんなから好かれてる、好かれてね、犬しんいちさんハートありがとうございます。でも虫もなってみたい、虫にもなってみたいです。石ころ人間さん、岡村家ではリオツンが一番歌うまいの。いや、なんかあのでもマーナも結構うまくて、そう、マーナもリオと同じで低音が得意で、なんか昔ちっちゃい頃とかに、なんか なんだっけ、ミュージカルみたいにやってたらしい。結構上手いですよ。鈴鹿さん、リオツは自分の前世なんだと思う。ゴリラです。みんなそうか、みんなゴリラか。なんだろう、リオの前世か、ハイエナとか。トッシーさん、バラの花束ありがとうございます。熊野パフさん、アリちゃんがもうすぐ18歳なんて信じられない。18歳になられるんですか、なられるんですか。そうなんだ、知らなかった。アリサテケンさん、レッサーパンダは好きですか。大好きです。レッサーパンダにもなりたい。うん、あ、みんなチンパンジーか。チンパンジーか、確かに前世は
みんなチンパンジーか。リオだけゴリラ。そう、わあ、ラバーシャワー、すごい、え、すごい、ありがとうございます。ありがとう。誰かな、え、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。8時に終わるので55分に誕生、50、45分からあと1分で、あと1分でスクショタイムだ。隣のトロさん、フラワーシュワーたくさんありがとうございます。そう、でもここにもう蚊がついてるから前世蚊かもしれない。ほーん、でもすぐみんなにパチンってされちゃうからかわいそう。歌配信またするね。カラオケ配信。あっくくんさん、一番の赤ちゃんキャラは誰だと思いますか？赤ちゃんキャラ、赤ちゃんキャラはノアビかな。そう、リオもね、かわいさを保ちつつ綺麗なね大人になりたいですね。あ、オランウータン、確かにオランウータン。あやさん、かわいい、ありがとう。初見のポトムさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。あ、40分だ。それではぜひコメント欄でリクエストのポーズなどしていただければと思います。ちょっと今日全身見せたいんよね。ゆういちさん、フラワーショーありがとうございます。初見のジャーディーさんとポイポロさん、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。ゆういちさん、フラワーシュワーたくさんありがとう。SCARY2 さんもハートありがとうございます。初見のワッさんもありがとう。そう、今日はね、これなんかこの前の配信の時に、なんかこれから公演をするために着替えたんですけど、これでスクショタイムができんかったけん。スクショタイム始まってますよ。リオツンが思う清楚系ポーズ。清楚系。清楚系。そう、これね、花柄でめっちゃ可愛いんよ。マイキューさんポーズ、マイキューさんポーズ、どっちのマイキューさんポーズ。待って、この椅子壊れそう。めっちゃギシギシ言いよる。そう、ワンピース花柄。ナンパの久人さん、チェリーパイありがとうございます。のど見せポーズ、のど見せポーズ。どういうこと。のど見せポーズ。どういうこと。グリーンアリーナ、集まれ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 。ゴリオパワー、ゴリオパワー、見ていくよ。ほっ。ゴリオパワー。福ちゃんさん、かわいい、ありがとう。かわいいにゃー。初見のルナさん、こんばんは、ありがとうございます。ちょうど脇を隠せれる。黄色のリボン。なな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 さん。
レインボースターありがとうございます。研究生のポーズ、じゃあくる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 と、あずみんってポーズあるのかな。ねえ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 あずみんかな。なんかついてる。ねえねえとのあぴです。鈴鹿さん顔ハート、うん、トシーさんかわいい、ありがとうございます。あやさんもかわいい、ありがとう。じゃあ振り向き、反対、リンゴ食べる。そうポニーテールです。ありがとうございました。あ、45分になったので告知タイム、あ、待って、いつもの順番と違ったね。いつも告知してスクショして誕生なんだけど間違えちゃった。それでは行きます。ブログは研究生は担当式になっていて、リオは毎週木曜日を担当しています。有料ファンクラブの方からブログが見れるそうなので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。次、 STU48 メールかっこモバイルメール、アプリ版、アプリ版、アプリ版とウェブ版の2つがあって、アプリ版はメールアドレスが不要で、ウェブ版はメールアドレスがいります。初見さんありがとうございます。リオが届けるメールの内容や届くタイミングはどちらとも同じです。無料体験メールもあるのでぜひぜひチェックしてみてください。返信方法は第1話モンママに直接よろしくお願いします。その際は名前付きでしていただけると嬉しいです。第2話お時間がある際やアカウントを持っている方はツイッターでも投稿していただけると嬉しいです。その際はハッシュタグリオとツンツンで返信していただけると嬉しいです。ゴリュファー。続きまして、STU48 5周年コンサート振り替公演開催決定。公演日は2022年7月10日日曜日、会場は広島グリーンアリーナです。会場は16時半、開演は14時半、終演は19時45分の予定になっています。そう、なんか告知とか募集も公式 STU48 のツイッターで出てると聞いたので、皆さん見てみてください。たちつつやさん、お豆毎日楽しい、ありがとう。そう、なんか5月とね継続して登録してくださっている方、そして6月からねまた新しくリオのねお豆を取ってくださっている方、ありがとうございます。続きまして、研究生出演決定オープニングアクト2022年6月12日ゆういちさんお疲れ、ありがとうございます。12日日曜日の STU48 課外活動チャーミングトリップさんの公演と、6月15日水曜日 STU48 課外活動勝手に四国観光大使さんの宗行理香さんの生誕祭と、6月17日金曜日 STU48 課外活動スタジオさんの公演と、6月30日木曜日の STU48 課外活動マイカーさんの公演に4つなんとオープニングアクト前座で出させていただきます。イエーイ。これに向けて結構レッスンとか練習とか結構入ってるんですけど、頑張って皆さんにね見てもらえるように頑張ります。 SCLY2 さん、フラワーシャワーありがとう。ぜひね見に来ていただけると嬉しいです。え、12日来てくださる方たくさんいてありがとうございます。わさびのプロさん、ペンライトありがとう。あやさんもいいね、ありがとうございます。そう、12日の2部がおすすめです。2部がちょっと理由は言えないけど2部がおすすめです。ぜひ見ていただける、見に来ていただけると嬉しいです。そう、申し込みはこの2つは終わってないんですけど、
この2つは多分今からか今多分やってる最中なのかな、ちょっと調べておきます。続きまして、STU48 ランダム配信キャンペーン、今日です、6月8日土曜日まで、今日の何時までなのかな、わかんないけど今日までらしいです。研究生のね、もまめがランダムで届くそうです。なので STU48 無料メールマガジンで登録していただけると嬉しいです。メーナがめっちゃ可愛いんだけど、聞いてください、メーナがなんか寝ながら尻尾振ってる、初めて見ました、寝ながら尻尾振ってるワンちゃん、今も振っとる。かわいい。はい。ぜひ、多分まだ間に合うと思うので、STU48 無料メールマガジンを登録していただけると嬉しいです。ね、楽しい夢見とるんかな。かわいい。めっちゃかわいい。ねえみんな。かわいい。そして、待ってよ。6月18日土曜日の関東会場でリアルお話し会があります。2回目のリアルお話し会です。研究生は2時間目と4時間目と6時間目のね、3時間出させていただきます。初見のポンポンさん、こんばんは、ありがとうございます。岡村理由です。こちらのハートボタンからフォローよろしくお願いします。2時間目は12時10分から13時10分、4時間目は15時40分から16時40分、6時間目は19時から20時です。最終受付は終了する20分前になります。ぜひね、見ていただき、見に来て、見に来てじゃない、会いに来ていただけると嬉しいです。そして最後のお知らせになります。次がちょっと待ってよ、じゃん、初オンライン個別お話し会、6月25日1時間目、6月26日3時間目、7月24日1時間目、8月11日3時間目、9月10日1時間目、9月23日3時間目に利用あります。そうです、ランダム名刺、そうランダム名刺があるそうですよ、リアルお話し会は、イエーイ。この初見のミッソニアさん、ありがとうございます。この、赤のお花が1番のおすすめ日で、ピンクのお花が2番目のおすすめ日になっています。そして6月25日この初日がなんと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 、じゃん、初完売、イエーイ、ありがとうございます。初見さんたくさんありがとう。初見のポイポロさんと読めない漢字の方と、ありがとうございます、フォローよろしくお願いします。いやいや、初完売ね、ありがたいことにたくさん、ありがとう、たくさんじゃない、初完売ありがとうございます。そう、初めてのね、一部完売です。そう、次はそのまた一部もう一つね、完売したいなって思うのでよろしくお願いします。そしてなんか決済が大事って聞いたので、決済をね、お忘れなくよろしくお願いいたします。そう、それで今第3再販の5次受付中です。最後の第5次受付中、もう早いですね、第3再販、もう前が1次受付中だったのにね、もうすぐ5次受付になってね。そして注意事項、重るん、5月25日と6月25日と6月26日は、なんかこの第3再販で最終受付になってるそうなので、皆さんお忘れなく、ご注意、ご注意、ご注意。はい。どれももちろんおすすめです。そう。今日は時間がなくて全部は言えないんですけど、こちら、テーマや企画になります。ぜひね、スクショしていただいて読んでいただけると嬉しいです。そう、ぜひ、そうだから第3再販がこの2日間はこの第3再販で最終受付になってるので、
この日はもう完売、ありがたく完売したんですけど、この日はねまだまだありますよ。初見の S さん、リオツンツン、ありがとうございます。そう、皆さんぜひ後悔しないために皆さんお申し込みしてください。よろしくお願いします。そう、あ、五重受付が6日、あさっての6日の13時までになってるので、皆さん間違いなく。それでは壇上を読みたいと思います。初見のちょっちさん、こんばんは、ありがとうございます。フォローよろしくお願いします。あ、SCARY2 さん、バラありがとう。それでは壇上を読みたいと思います。13位グッさん、ありがとうございます。12位わさびのプーさん、ありがとうございます。11位ガウスさん、ありがとうございます。10位石ころ人間さん、ありがとうございます。9位くまねぱんぱさん、ありがとうございます。8位隣のトノさん、ありがとうございます。7位テンさん、ありがとうございます。6位あやさん、ありがとうございます。キュン。5位ナンパのひさとさん、ありがとうございます。4位ジョージさん、ありがとうございます。3位トッシーさん、ありがとうございます。2位 SCARY2 さん、ありがとうございます。そして1位はジュルルルルルンバン、ゆういちさん、ありがとうございます。ありがとうございました。今日も皆さん、今日は2回配信できたんですけどね、皆さん見に来てくださりありがとうございます。あと皆さん、先に言っときますが、明日の配信は何かがあるかもなので、皆さんお楽しみに。1位ゆういちさん、ありがとうございます。そう、何かがあるよ明日はね。明日は絶対にみんなを、みんなはリオの恋の沼に落ちます、絶対。ぜひ楽しみに。ありがとう。2761名の方が見に来てくださりありがとうございます。ともちさん、チェリー、ありがとう。皆さんね、本当に今日2回配信させていただいたんですけどね、2回とも見に来てくださった方や、今日これも初めて見に来てくださった方や、ありがとうございます。初見さんもね、たくさん本当にありがとうございます。コメントでもね、いろいろリクエストくださったりとか、なんか絵のお題とかなんかいろいろ書いてくださって本当にありがとうございます。ギフト投げや星投げ、いつもね本当に嬉しい。
嬉しい、もう嬉しいよ、ありがとうございます。そう、沼にはまるのは2回目の明日の2回目の夜配信なので、それではありがとうございました。明日のね、何時からするかはまた配信予約入れるので、ぜひぜひチェックしてみてください。フォローしていただけると通知も行くので、フォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。明日は2回できたら昼もしようかなって思ってます。ありがとうございました。おやすみ、ハマってください。おやすみ、バイバイ、ありがとう。